さあこんにちは、マーティン。第2の役は近鉄です。近鉄の先発を抑えの、ヤクルトにも在籍した鈴木浩二郎さんの凄さを言います。その鈴木浩二郎さんはですね、まずヤクルト時代は先発として実は最高勝率1を獲得しました。特にシンカーがすごいです。シンカーが進化してるんです。またくだらないじゃじゃじゃですいません。センターフライサブトー1枚。はい、その選手はですね、2桁勝利をマークした年もありましたね。その近鉄に移籍してから中継ぎで抑えとして開花し、本当にセーブ数もすごい。どえらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。これは本当に両球団本当に活躍した。セリングパリングまたいでの活躍は本当にすごいピッチャーと言っていいでしょう。はい、迷宮界ならずも本当にすごい選手です。シンカーだけに進化してますね。まあ、ストレートももちろんすごいですけどもね。はい、というわけでいかがでしょうか。はい、まあ先発抑えの役割はすごいもんです。バイバイ。